おはようございます関根和夫ですお元気ですか昨日いつも通り朝早い時間にカーベリを歩いていたんですけれどもあの浅い川のまあ中に大詐欺が一羽、獲物を探してまあくちばしをこう突っ込んだりとかえ足であの小さな石をこうなんていうんでしょうね動かしてえ小さな魚が出てくるのをこうまあ なんて言うんでしょう、えー、待っていたりとか、なかなか見てると面白いんですよね。で、私は川のこちら側手前から見ていたんですね。で、向かい側にえー、っとマスクをしてじっと同じ大鷲を見ているおじさんがいたんです。で、私はカメラを持っていましたから、撮りを撮るという様子が見えていたわけですけれども、そのおじさんは何も持たずにただじーっと大鷲の様子を見てたんですよ。 でなんかこうねなんか本当にこうなんていおしそうにって言いますか、えー、まるでそのおじいさんが孫でも見るような感じでとてもや温かい優しい柔らかい視線をその人の中に感じたんですね。だこういう温かい目で見る人たち見守る人たちがいるからこそこの川には野鳥がのびのび生きてるんだなと思ったんです。 まあもう少し暖かくなってくるとおそらくヘビとかタヌキなど出てくると思うのでまあそんなに鳥たちにとってもあの安全なだけの場所ではなくなるかもしれませんけれどもえまあ自然に生きるね自然の中に生きるというのは厳しいもんだなとは思いますけれどもでもそういう川べりでこう本当にこう鳥を何て言うのかまじまじ見るっていうか愛情を込めて見るっていうそういう人たち えー、実際こう川辺りで歩いていると何人ものおじさんやおばさんあるいはおじいさんやおばあさんたちがマスクをしたまま鳥を見て「あああそこにあれがいるね」とかあ「ああいう色って綺麗だね」とか言いながらカモたちの様子であるとかダイサゲの様子であるとかカワセミももちろん見れるんですけどカワセミって意外と小さいのでこ,うこちらで時々ねカメラを持って映そうとしていると「何を撮ってるんですか?」 っってて聞かれるるこことががあにいるんですほらほらほらって指さしてそれでも分かんないことになるんですけどまあでもそういうそういうなんて言うんでしょうね優しい目をしたおじさんおばさんたちに、えー、愛されて鳥たちは元気に生きてるんだなというふうに思ったんですよね。何かねこう自然の中に注目するものがある。 自然の中に生きているものに対して話題がある笑顔があるってね幸せなことだなと思ったんです別に何を得するわけでもないわけですよねあ鳥がいたそれだけのことだと思うんですよ綺麗な川が流れていて鳥がいたそれだけのことなんだと思うあるいは綺麗な川が流れていて大きな鯉がいたとそれだけのことなんですけれども何かそれをこうまじまじ見ながらお元気そうだなとか 君たちもねあのいい天気でよかったねとかなんかそういうそういうやり取りこれはもしかすると心のやり取りかもしれませんけどもそういうことができるというのは幸せなことだなと思った次第ですどうぞ元気でいてくださいそして是非自然との対話を深めていただけたらいいと思うんですよねそれではまた。